公演目終わりました。七瀬の親友のひだりやです。久々にね、七瀬と出てるね、嬉しい。今日さ、友達いっぱいいて嬉しいね。友達いっぱいいる。この鮭めっちゃ美味しい。絶対美味しい。最近このお弁当よく出る。あの、このブランドね。うん、ブランド。ダイヤが今、配信してるので。優しい。みんな応援しましょうと言ってた、私もやってるんですけど、うん、私は全然ゲストと変われないんで。優しいよ。うらやい。でも、ナナシのファンの人さん、応援してくれてるんでしょ。ナナシのファンの人応援してくれてるの。嬉しい、それ。ナナシがイベントの時、私のファンの人が駆けつけ。え、うまこれ。いいじゃない。ちょっとかぶってる。かぶってる、かぶってる。かぶってる。なんかさ、左の画面大きくない？こうやってやってんの？アップにしてる。すごいよ。でもさ、何かよりさ、なんか、ちょっと、こうやってやるだけか。うん。では、ヨーグルトの甘さが。これとかね。何やってるの？いつも。モーニングルーティーンは見たよ。ねえねえ、この人見てるんですよ。だってさ、ストーリーにさ、乗っけてさ、え、見てくれたの、ね、優しい、嬉しい。でさ、見たの。え、でもあれだよ、朝さ、もう出かける時だったから、うん、ちらっと見たんだ。そう、ね、朝から偉いと思って。偉いでしょ、うん、8時半からでしょ、だって、うん、あの MC、 ユニット明け MC がルンバとナナセと3人なんだけど、何のお題がいいかなっていう。3人だからさ、結構ね、頑張んないと。骨があるよ。あった。あれ、唐揚げないのにこのタレついてる。本当だ。向かい近だ。今日は丸まる日なんで。そればっかりじゃない？うん、なんだろうな。4人じゃないよ、3人だよ。うん。ユニット明けは3人。うん。前後半は4人。幕の内だね。幕の内って、いろんなの入ってる。確かに。幕の内です。今日配信なかったら、ナナセとサウナ行ってたの。うん。ね。最近もめっちゃサウナね。うん、サウナーだから、うちは。サウナーだから。私がナナセにスパルタでサウナ教えたら好きになったの。そう、旭川の時にね、すごい教えてくれて。朝から行ったよね。うん、朝から。早起きしてわざわざ。で、前の日の夜も行って。そう。めっちゃ整ったよね。だからさ、なんか朝さ、メイクしてる時みんな寒い寒いってのに、うちらだけさ、整っててさ。あったかい。行きたい、サウナ。もう、今から行きたい。何にしようかね。え、何がいいですか？難しいですよね。
今日もさ、人ノリが良かったから笑ってくれてよかったけど、うん、確かに。春だから今年新たに始めたいこと、うん、あ、いいじゃん。え、あり、うん、私ある、ある、うん、お互いのファーストインプレッション、イメージってこと、あ、第一印象、うん、もう忘れたわ、本当。ほんと、左はめっちゃ覚えてる。え、何え、なんかすごい、うん、同い年だったじゃん。え、そう、同い年で、うん、すんごいハキハキしてたの。ね、でも、あやかです。やばかったよね。だから、すごい、うん、あ、やばい、なんか私全然ダメだって、すごい自己嫌悪に陥った。なんかあの時めっちゃ気張ってたよ。うんうん、みんなそうだよね、うん、あやねちゃんもそれ言ってた。なんか頑張ってやろうみたいな、すごい幼少期ながらも、うんうん、生きてたな。確かに、だってみんながどんな感じか知らないしね。そう、もう AKB って言ったらあんな感じみたいな、うん、もう作ってたよ、うん、メンバーに物申す、うん、ないんだよな、別に。ないんだよね、うん、あったら言うしね、普通に、うん。初対面だった、うん、最初さ、関東でさ、覚えてるかな、撮影現場の2階登ってくとこ、分かる、階段、白い階段登ってって、めっちゃ覚えてる。あの時めっちゃさ、シーンってなって怖かった。え、なんかでも写真撮ったよね。写真撮った。で、一人ずつなんかさ、自己紹介みたいな、したしたした。なんか 誰にもさ言ってくれたんだろう、リンリン、あ、リンちゃんか、リンちゃんが普段の人でやったんだ、うん、みんなさ、自己紹介しようかな。すごい、でもなんかリンちゃんはさ、うん、すごいなんかずっと一点見てたイメージか、うん、え、だってリンリン怖かったの最初。怖かったの、そのふわっとした感じじゃないと思ってた、うん。ルースちゃん、そしてナナレンジャーの皆様、本当にありがとうございます。みんなお弁当気になって買わないじゃん。うん、お弁当美味しかった。美味しかった、それめっちゃ美味しい。うん、つくねみたいな、うん、焼き鳥食べ行きたいね。え、行きたい。七瀬と飲むの楽しい。うん、ね、いろいろ思い出したね。いろいろ思い出した。もう何年も前だよね。なんかね、もう下手したらなんか、うん、3、4年前とか。うん、え？だって24歳。あ、そうだ。そんな汚い食べ方しません。ここは何？紙手？ここは、下手かな。うん、下手の、あの花道の前に座ってます。2列目の一番端に携帯置いてる。そう。2列目の一番端に座ったら、私たちの携帯エキスがついてる。下もつけとこう。ペタペタペタ。おー、喜んでると。ね。あここに自分のファン配ってたのもろいよね。確かに、今日これ見て、あ、2つとちょっとか、うん、
後で食べる。
に最高。98年ないです。ないです。98年。あ、25歳。そうだよ、折り返しだよ。折り返しとは20代。20代折り返しで。なんかどうしたらいい。早いね、本当に過ぎるの。でも一番の青春はこの人たちとみんなと一緒にいるって思ったら嬉しい。これじゃあ、これ第2人だよ。ちょっと一回待って。紹介したらもう PR ですよ。 PR 最近流行りの PR。 こちらですね、ちょっと会社名わからないんですけれども、マッチさんです。それ名前の大塚商品さん。どこに書いてある？三ツ矢サイダー。三ツ矢さん。三ツ矢三ツ矢さんの、あの三ツ矢さんの三ツ矢サイダーの 100% オレンジミックスでございます。ちょっと味見してみたいと思います。わ、もうこれ開けたらね、いい音がするんですよ。開けたらね、いい音がするんですよ。あー、美味しい。この喉越しがたまらなくてね。お、どうですか。やっぱり整った後のこれはいいですね。サウナ後の設定。サウナ後どちらかというとそっちやな。マッチな。確かに。なんだっけ、オロポだ。オロポ。なんだことある。え、ある。美味しかったっす。美味しい。2回公演はこういうのがないと頑張れないから。うん。こういうのを飲んで頑張ります。あ、最近2回公演多い。え、うん。こうで。ん？こう。フォーでもエイトでもね、多いよね。二回公演ね、好きなんですけど、エイトの方が大変かも、フォーより。うん。エイトめっちゃ疲れる。うん、楽しいからいいんだけど、うん、疲れる。でも B も結構で、ね、疲れる。待ち合わせかかる。中盤。中盤ってさ、中盤何？女子高生をやめられない、サバカスのキス、いいな、好きと言えばよかった、あー、何もその、てん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 、誰が私を泣かせた。え、めっちゃいいね。あと花は何を思い静かに泣くことだな、花、その曲があるんです。あ、だから私だから好きだったんだみたいなやつと、うん、あとラブトリップ。え、めっちゃいいじゃん。ともあとそのなんかおしゃれ本編の一番最後が、うん、あの日の自分っていう、なんか、うん、あれみたいな感じ。待って、全然出てこないんだけど。光と影ね。そういう系が一つね。そう。
わかるわかる。あ、誰が君が好きなの、あ、誰が君が好き、だから君を好きが好きなの。ちょっとごめんなさい。あー、ドルワク。え、食べたい。これ、多分ストレス軽減のやつだ。チューブ、うん、違うか。なんか、甘くないのは最近好き。うん、コーヒーに合うんだよね。え、ちょうどいい、このくらいの甘さは。これ90何パーセントもあるんだけど。こちら明治さんのですね。これ明治さんのカカオ、カカオ72です。いいよね。最近全然話とか会ってなかったね。なんか連絡しないとしないんだよね。なんかさ、前一時期めっちゃ連絡してくれてたのにさなんか最近全然連絡くれなくてさ、まあ、うちからもしてないんだけど。そうそう、なんかしないとさ、しかも韓国行ってたしさ、なんか忙しそうだった。そんなずっと行ってないけどね。なんかすごい韓国のイメージ。七瀬に昨日 LINE してたんだけど、あの久しぶりっていう LINE をしたんだけど、あのもう韓国行ってる人だから、アニョハセヨ久しぶりって言ったの。アニョハセヨって来てた。そんな、別にそんな言ってなかったけどね。でも確かにずっと会ってなかったから、うん、ね、あれ思い出した、あの金髪のさ、見て今思い出した。7レンジャーっていうの、え、なんか、うん、みんなさ、うん、つけてるじゃん、ファンの人たちの名前みたいな、うんうんうん、で、なんかいっぱい考えた時に、うん、7レンジャーかわいいってなって。かわいいね。しかもレンジャーってすごいファンって感じがする、ね、つけてくれる感じが。確かに。なんかないの？ひだはそのままレフトフレンズ。あいいじゃん。え、いいじゃん。かわいいでしょ。友達、友達、左の友達。そう、もうナナセのファンの人めちゃね、応援してくれてる。うん、いつかじゃあナナセがなんかイベントとかあるとき、ゴレンジャー知ってる？知らない。え、あったじゃん、うちらの小さい時のなんか先輩の。え、ガオレンジャーじゃないの？あ、ガオレンジャーだ。ガオレンジャーのイメージ。ゴレンジャーってなんだっけ、見たらわかるかも、うん、え、そのさ、うちらの世代のレンジャーに出てた人たちさ、今活躍してるのかな。なんかその時はさ、全然知らない。え、だってさ、松坂桃李さん、うん、あ、そうなの。そうだよ。え、そうだよ。マジ？だから戦隊の赤になった人ってめっちゃ売れるんだよ。え、そうだよね。え、だからその時全然知らなかったけど、うん、あと仮面ライダーの菅田将暉さん。え、うちらの時？そうだよ。え、そうだよ、そうだよ、そっから行ったんだよ。知らなかった。そうなんだ、すごっ。ガオレンジャーのおじいさんがゴレンジャーってことは2個上ってことか。ガオレンジャー、おじいさん、え、先祖なの、あれ。先祖なのかな。
どっちにつながってる？どういうこと？違う、あ、分かりやすく、ああ、そうそうって言ったんじゃない？そういうことか。あ、めっちゃ古いらしいよ、ゴレンジャー。え？そうなんだ。プリキュア、プリキュア。もうプリキュアがなんか2人以上ってちょっと分かんないもんね、うち、ん、2人はプリキュア世代すぎて、うん、今何レンジャー飲んだ？ね、てか何台あるの？すごくない？それみんな、でもみんな通る道だもんね、男の子大体。ね、確かに。なんか女の人はあれだけど、おじゃまじゃドレミだった私は。それ見てなかった。見てなかった、うん、ナターシャみたいな。あ、ステロナージャ。そうそうそう、わかる。なんかスプリキュアの前にやってるの、うんうん、あの赤い女の子。そうそうそう、懐かしい。ちょっとだけステロナージャめちゃくちゃ見てた。エモいわ。あとさ、うん、あのうわ、セーラームーンも違うんだよね。セーラームーン見てない。だよね、なんかみんなすごい見てる感じするけど、私全然見てなかった。あやねちゃんとかセーラームーンねってイメージだけど、私は知らない。今全然起きれないもんね。うん、え、早いよね。あ、幼少期ハマっていたものとかを MC、うん、おもろくない？だってうちらはさ、こう話し合うけど、ルカさんはちょっと世代違うじゃん。そうだね、そうでしょ。決まりました。決まりました。決まりました。でもルンバ全然知らないこと言ってきそうマシンガン、マシンガントークしてきそう。まあそれは私はなんとか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 が好きでポカンとしちゃいそう、うん、けど面白い。それはそれで面白そう。エラさん、いっぱいあったよね、昔流行ったもの。何？MC で撮れたの。そうだね。じゃあ1個言おうかな、うん、匂い付きティッシュ流行った。ファンの人が共感できるの。で、2000年代匂い玉何の意味があるんだろう。匂い、香りだけ楽しむやつあと、筆箱パカパカ羽、ね、え、やばい、ちょっと待って、盛り上がっちゃう、ここで。もうダメだ。じゃあもうダメです。この盛り上がりをそのまま持っていこう。この気持ちをちょっとここに一旦置いといて、MC の時やったらまた、うん、そんな気持ちで。ちっちゃい時に流行って匂い袋ってなんか匂い袋って何匂い袋って何臭そう臭そうなんかやだ匂い袋って何ですか。全然聞いたこともないんだけど、すごいね。練り消し、練り消し練り消しってさ、消しゴムのカスこうやって取るやつなの。なんかさ、消しゴムのカスをさ、取るさ、なんかローラーみたいなやったあった。大丈夫。じゃあ15分やればいい、うん、大丈夫、うんうん、じゃあ15分45分までします。やっぱさ、話してるとさ時間過ぎるの早いね。え、ま、一人だとなかなかね、わかる、なかなか進まない。
でも七瀬ってずっと喋ってない。うん、そうだね。七瀬の配信結構好きで。マジで？恥ずかしい、うん、しょうもない話ずっとしてる。そのしょうもないのが七瀬のいいとこなんだ。褒めてるよ。褒めてる。え、ユダヤのおすすめの映画は？タイタニック最近で。え、見た？見に行ったの？見に行った？いた？うん、その。うん、えぐい。え、今までで一番泣いたかもしれない。わかる。え、マジ？本当過呼吸になった。エンドロールさ、泣いてない人がいないの周りに。うん、めっちゃ怖かった。嘘、めっちゃみんな泣いてた。え、待って、やめてよ。え、そうそうそう、本当になんかこの人やばい。なんか、あの本当にエンドロールの時になんか周りの人さ、一回見てる人が多分多かったの、ちょっと、うん、だから、そうなんだ、一回見てる人いるの、うん、泣いてる人が周りにいなくて、一人だけ、うん、でも泣いてた。え、でもさ、え、3D だった？3D、あの、字幕が 3D みたいな。あー、そうそうそう、3D しかないのかな、うん、多分。でもさ、結構字幕苦手だったの。うんうん、吹き替え派だった。うん、でもやっぱ字幕の方がいいよね、うん、その演じてる人の声ね、マジで全然違う。うちも字幕派。うん、3時間だけどさ、余裕で見れた。なんかさ、いつもの映画より短く感じた。わかる。あとね、パラサイトも見た。ああ、見たことある。あるある、面白い。え、ミスト見てほしい。ミスト何社かね、紹介してくれたの。本当、昨日、うん、昨日全部見終わったんだけど、うん、よかった。まあ見て、うん、まあ見て、よかった、うん、よかったか悪かったかはちょっと、うん、え、そうなの、何に進めてきたの。うん、なんかすごい気持ちになるから。すごい気持ちなんだ。うん、ホラーではない。ホラーではないんですよ。ホラーに入るのかな、まあ、ちょっと怖いシーンもあるけど、うん、あ、RRR も見たよ。うん、はい、なんかね、インド映画。え、最近やってるやつ。うん、え、めっちゃいいらしい。どう？うん、面白かった。あ、あれ見たよ、オット。オットタクシー。え、違う、オット。オット、オットってなんだっけ。オット、カタカナでオット。なんだっけ、でも今やってる映画で、え、誰が出てる。洋画。洋画、洋画。え、なんだろう。なんか奥さんを亡くしちゃった旦那さんが、その人に触れずにも一人で生活してるっていう感じ。へ、えー、なんだけど、引っ越してきたある夫婦がきっかけで、その人たちがいい人で関わりを増やしてくれて、でどんどん自分も世界に、いろんな世界を見て成長して、なんか人の大切さを知っていく映画なんだけど、なんかめっちゃいい映画だった。感動系。感動系だった。映画ブーム。おっとっとではないですよ。おっと、おっと、あ、猫出てくるやつ。そうそうそう。へー、え、実写でしょ。実写？あ、実写なのかな。え、アニメじゃない。あ、実写。人が。映画館見に行くことは。え、映画館行きたい。え、じゃあ分かった。デートプラン考えたよ。何？まず集合します。うん、お昼ご飯どっかで食べます。映画行きます。サウナ行きます。うち泊まる。完璧。完璧なプラン。インド映画ってすごいなんか面白い。ちょっとやっぱ違う、洋画と日本全然違う。なんかね、すごい内容は濃いの。まあ、なんか内容とかはいろいろあるんだけど、うん、効果音とかが面白いの。絶対日本映画じゃ使わないような効果音出てきたり、バカバカしい効果音とか。
いるときと全然違うな。家にいるとそうだよ。二人で勝負もするとね。普段友達といるときこんな感じだよ、うん。家にいるとやっぱりなんていうんだろう、寂しいから。はい。作っちゃってるね。うんなっちゃうよね。髪型どうする？どうしよう。ね、どうしようかな。髪型変える。髪の毛長さの方が茶色いの。本当だ。え、めっちゃ色いか。え、めっちゃ茶色いね。めっちゃ茶色いよ今。え、いいじゃん。ツインテールしなくない？しない。もう24だから。でもアイドルじゃなくなったらできなくなっちゃうよ。やんない。ツインテールも昔ツインテールしてたの覚えてる。一緒だよね。一緒だよね。三つ編みとかさ。そう、三つ編み大人気だったよ ね。似合わないのに。そう、プリウスの衣装懐かしい。うん、うん、え、あれまだ言われてないっけ、発売されるって。え、言われてるよね。そう、え、あれは言われてるよ。ネームプレートじゃなくて、あれだよね。アンケート取った。うん、そう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 。あれまだか。ちょっとね、楽しみなグッズがあるんですよね、うん、ネームプレートのやつみんな買ってくれたのか。え、あれ欲しいんだけど自分でも。え、くれるでしょ。くれるかな。みんなにもあげるよって言ってた気がする。本当に？うん。え、珍しい、ね、グッズとか。え、欲しいって言ったら。え、欲しい、本当に。生写真とかもさ、うん、なんか何が販売されてるのか全然分かんなくない、うん、自分の。もらえないの。生写真のさ、販売期間少なすぎない？告知しようと思ったら、ああね、すぐ終わる。そうそう。アクスタ、あ、アクスタ良かったね、あれ。うん、あれはもらった、さすがに。え、もらったの？もらったよ。もらったの？え、あの、みんな衣装違うやつ、うん、もらってない。え、え、もらえない。どうやって？マネージャー？うん、うん、うん、B の人に。 B の人に。あ、三ツ矢サイダー。三ツ矢サイダーじゃありません。こっちが三ツ矢サイダーね。こちらはマッチでございます。今何分でした？今何分でしょうか、皆さん。あとちょっと、あれ37。18時から皆さんまたオンデマンドでお会いしましょう。見ててください、私たちの華麗な MC を。ね、 MC を、 MC を。幼少期ハマっていたもの。そうだね。どうしようかな。私たちは、もうかれこれ1年くらい前に AKB48 とかで、昔はそんな立つということで、
幼少期について話していきたいと思います。イエーイ。ということで、幼少期にハマっていたこと、どんな子でしたとか、あ、そっち系からなんか話、うんうんうん、でもハマっていたものとかのが面白いかな。いや、両方長いし、あそこ長いよね。長い、さっきもさっきね、なかなかうん、つかなかった。あ、あ、え、ちょっと入ってみよう。配信、うん。カンツー、イエーイ。超えるんだ。マリアミハラメチ、めっちゃ眠くないこの時間。今超眠い、ね、わかるわかる、超眠い。え、意外と何日目？2日目です。え、何日間あるんだっけ？1週間です。あ、でもあとちょっと、まあね、あとちょっとかな。あと2日？でもさ、うちらさ、ロケとかもあるしさ。そうだよね、やばそう。あ、22も B だし、2回公演1ですよ。あ、寝た。おやすみ。1ないで寝てる。あ、4列目にマリアが、あ、寝てます。寝てるからマリアの判断していた。4列目座ったらマリアの、ちょ、何にも聞こえないな。ちょ、4列目にマリアが寝てるから、うん、みんな4列目に。これ何手だっけ。下手の4列目、下手の4列目寝てます。キスしときます。あ、キスしとくって。お、すごい、めっちゃめっちゃすごい。チューしてる、チューしてる。キスして、濃厚な、あ、ちゃう、濃厚なキスしてますよ、マリア一緒に。さっき卒業発表かと思ったね。びっくりしちゃったよ、びっくりしたよ。台本通りなんだろうみたいな。なんかあの言い方、本当に発表みたいなね。思った、うん、ちょっと騙せた。え、だって本の人さ、一回、え、みたいな言ってたよ。なんか頭が止まってたもん、みんな、ピッて。なんかシーンってなりすぎてさ、めっちゃ焦って。それ噛んでたもんね。ごめんと思う。でも時間かね。あ、何分だろう。どうしたの？寝るの？寝るの？うん、でも終わるけど、入ってみる。誰？忍者。その髪型？忍者の鳥くん。内緒。内緒にするの？え、なんか画面でかくない？ね、ね、だよね。なんで？アップしてんの。え、イベント中今。え、そうなんだよ。頑張って。頑張る。やっぱ一番茶色い。うん。明るい。なんかさ、前髪だけ黄色いよね。確かにね、こっちより。何、怖いよ。襲わないで。で、今日うるさい人集まってんね。ハマもいない。楽屋芸人ばっかじゃん。うん、なんか公演中めっちゃ目合うの嬉しかった。嬉しいよ、本当に嬉しい。なんか、ね、なんかさ、楽しくてさ、可愛い顔作れなかった。結構わかる。わかる。なんかめっちゃ思いっきり笑っちゃって。あやかさ、笑うとマジブサイクだよね。わかんない。うちもブサイク。口めっちゃ広げて笑っちゃうから。名古屋だね。だよね、うん、治んない。キスしてハットリだって。おい、読むな、これ読むな。なんで読めないよ、読んじゃう。じゃあ、ユナ、パンからのところここにチューして、この席。そしたら、ユナの、うん、そうだよ、そうだよ、汚いよ、キスして。汚いってなっちゃうよ。え、私が汚いってなっちゃうよ。この椅子にキスする人いないしね。やめて、ちょっと。え、マリア、さっきめっちゃしてたよ。ほんと、椅子にも全部にガチキスした。なんか濃厚なやつや、濃厚なね。濃厚って何？濃厚って何かな？それはね、ちょっと秘密なんですけど、うん、なんかこうやってみんなでさ、配信するの久々に、うん、なんか一人でやるの楽しいね。やっぱりそうだとやってるもんね。ゆうなさ、毎日やってるの、うん、え、マジ？何？わ、いいね、マリア。いいね。始めます。
の時間なの？時間って言ってるよ。そうなんだ。そんな寝させようとしないで。いや、うちら寝ようかなと思って。寝るんだ。寝る。え、今から。あ、練習しに来たの。1位、のぶさん。2位、いっささん。3位、なははんさん。4位、ちゆさん。5位、かもちゃん。6位、ラブいちごちゃん。7位、キャプテンアクアさん。8位、キャナイさん。え、7連じゃん。本当だ。キャナイさん、いつもいらっしゃる。知ってる？え、知ってるよ。え、優しい。9位、ピアノマンさん。10位、なべさん。11位、しまさん。12位、しんのすけさん。ご飯いる、なませの。嬉しい。13位、これなんて読む？高団さん。14位、かっちゃん。15位、ひっくり頭くだくなレンジャーありがとうございます。徳谷たっちゃん頭くだくなレンジャーありがとうございます。今日はカティありがとうございます。やゆけな頭くだくなレンジャーありがとうございます。3位はパンダ頭くだくなレンジャーありがとうございます。2位はひでちゃんありがとうございます。1位はなべ頭くだくなレンジャーありがとうございます。ひだちゃんとかのひでちゃん。ひだちゃん。それでは七瀬ありがとう。バイバイ。七瀬のワナイトもありがとうございます。